リジイアスは、エチオピア帝国の皇帝。皇帝としての名はイアス・五世。イ。アスは、ゲーズ語、アムハラ語で、旧約聖書に登場する、イスラエル人の長予シ話のことである。メネリク・二世の外孫で生前には可愛がられ、1907年には、後継者に直上される。1913年に皇帝に即位するが、キリスト教の儀式を行うことを拒み体感せず、 父のミカエルを王に信任して、エチオピア北部の実力者にした。熱心なイスラム教徒だったため、エチオピア正教会を圧迫し、外交面では、第一次世界大戦でイギリスを及びイタリアと敵対していたオスマン帝国と同盟し、ソマリアで反乱を起こしていたサイドムハンマド・アブドゥラー・ハッサンに協力しようとした。これらの政策を問題視した首都の正教会の、 大主教の発議により、1916年にエチオピア正教会からの波紋とともに、大官式を行わないまま退位させられ遊兵された。イヤスは退位の直前に改修を宣言したが、認められるはずもなかった。父である、ウォロー・ミカエルが8万人の大軍を用いてイヤスを救出したが、ザワディトゥトラスタファリの政府軍に敗走する。ミカエルは、 その2年後に捕獲されほどなく死亡した。イアースは捕まり、監禁された。1931年に脱獄に成功するが、すぐに逮捕され厳重に監禁された。イタリアによる第二次エチオピア侵攻の騒乱の中で、彼は死んだ。一説には、エチオピアの政治的混乱を狙った、イタリア王国軍がイアスの福井を宣伝していたため、ハイレセラシエによって暗殺されたという。 これを陰謀論ととる見解では、イアスは、獄中で病死したのだとする。イアス5世の功績として、帝国摂政テッセマの補佐のもとで、首都アディス・アベバに警察を設置し、刑法を西洋諸国の制度に習って改正したことが、挙げられる。これらは、先代のメネリク2世の近代化政策を継承した、ものである。ありがとうございます。